こんにちは、この花の寒月です。今日はお家の中やちょっとした外出に向いているくるみ角出しという帯結びを紹介したいと思います。形はこちらになります。はい、それでは早速巻いてまいります。手先をだいたい30センチほど折り返してください。ピンチで留めておきます。はい、それでは巻いてまいります。はい、帯を2周巻いてきましたら半分に折り返します。ピンチを外していただいて手先を引き抜きますね。はい、で今回は垂れ先の方をかぶせます。垂れ先を上に乗せます。そしてですね、ちょっとここで垂れ先を全部引き抜きます。頑張って引き抜いてください。でギュッと一結びですね。そうしましたら、こちらの手先を折り返してリボンを作ります。垂れ先を半分に折ったままですね、ここの折り返した ここに通してください。刀は結ぶような感じですね。はい、これでギューッと結びます。ご自分のちょうど肩幅ぐらいですね。リボンを作っていただいたら、この垂れ先を広げてこの結び目のところですね、結び目のところです。もう一度引き抜きます。今日使っている帯はだいたい4メートルぐらいあります。はい、引き抜いていただいて、そしてもう一回巻きます。ちょっと4メートルだとこの帯長いので、もう一度巻いていただいて、ギュッと。でこの巻いたのが支えになりますので、しっかり引っ張っておいてください。はい、そうしましたら、垂れ先をかぶせて、あとはちょっとふんわりゆるく巻いていきます。同じところですね、帯を抜いていただいて、ご自分の体とのバランスを見ながら、はい、ふんわり巻いてください。で、あとも巻いていきます。はい、もう一度巻いていきますね。こちらもふんわり巻きます。こういうふうにふんわりと巻いてください。はい、で、この残った垂れ先どうしたらいいですかなんですけど、折り返してですね、これはご自分の、胴と帯の間に挟んでください。この中に入れてください。ちょっと下に出たら引っ掛けて、もう一度折り返して中に、帯の中に入れ込んでおいてください。鏡を見ながら形を整えます。はい、一応こちらで完成ですね。そうしましたら、先ほどのピンチですね、下丸めたところがところをしっかり帯と挟んでいただいて、帯を持っていただいて回します。忘れないうちにピンチを外して帯板を入れて、はい、こちらで完成です。お正月や、冬休みの間に、楽しめる帯結びだと思います。よろしかったら参考になさってみてください。本日もご視聴ありがとうございます。
励みになりますので、チャンネル登録、温かいグッドマーク、どうぞよろしくお願いします。それではまたこのチャンネルでお会いしましょう。本日もありがとうございました。